荒川優太は東京都大田区出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。現在は埼玉西武ライオンズのブルペン保守を務めている東京都大田区出身。中学時代にアジア AA 選手権大会に日本代表として出場。その後日大校へ進学し、高校通算26本塁打を記録した。 ソフトバンク時代2005年の高校生ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスより一巡目指名を受け入団。同年オフに FA 権を行使し、シアトルマリナーズへ移籍したジョージマ島健ジの後継者として期待され、入団当時はポストジ島と称された。2008年のファーム日本選手権では敵地だとスクイズで2打点を挙げる活躍を見せ、守備でも、 先発のルーキー岩崎賞を高リードで1失点関東へと導き優秀選手賞を受賞した。2009年シーズンはファームで40試合に出場するも打率179と打撃面で課題を残し2010年は怪我のため22試合の出場に止まり打率も前年と同じく179と低迷同年10月1日に戦力外通告を受けた。 その後、11月10日に開催された2010年度12、球団合同トライアウトに参加し、打撃面では、無安打に終わったもののリード面を評価され、11月11日に埼玉西部ライオンズが荒川を獲得することが、公式発表され、12月6日に入団会見が行われた。この戦力外通告から西部との契約までの模様は2010年12月29日放送。 プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちにおいて一部始終が放送された。一席後は一度も一軍に昇格することなく、2012年11月1日に現役引退を発表、2013年よりブルペン保守としてチームに残留することが決定した。ありがとうございます。